オトーオーレンドルフ、オトーオーレンドルフ、オトーオランドフ。1907年2月4日から1951年6月7日は、ナチスドイツ親衛隊の交換。最終階級は、親衛隊中将。SD、親衛隊情報部の幹部。また、独組戦の際には、特別行動隊、アインザッツグルッペンの D 隊司令官となっており、南ウクライナなどで、 同部隊が起こした、ユダヤ人など9万人の虐殺に責任を負っていい。戦後、連合軍により逮捕され、ニュルンベルク継続裁判にかけられ、公主刑に処された。ドイツ帝国の都市ハノーファーのホーエッゲルセンに、農民の息子として生まれた。1917年に、ヒルデスハイムのアンドレアヌーム人文ンンギムナジウムに入学し、1928年に、ここを終了して、 ゲッティンゲン大学へ入学。大学では、法学、国学、経済学などを専攻し、1931年まで在学した。オーレンドルフは、少年時代から政治に関心があり、16歳の時に、ドイツ国家人民党、DNVP に入党している。しかし、同党は、いわゆる、ブルジョア政党であり、オーレンドルフは党に馴染めないでいた。とはいえ、 ドイツの伝統的な一般家庭で育った彼はマルクス主義などという思想に傾倒する気には到底なれず、そんな中、ナチス党と国家社会主義思想に出会った。オーレンドルフはすぐにこの思想に惹かれ、1925年18歳にしてナチス党に入党した党員番号6531。ナチス党の規模が小さく活動がまだ分化していない時期だったこともあり、 オーレンドルフは、ポスターバりや、新聞配達、集会での演説など様々な活動をし、ナチス党の紙幣部隊突撃隊の中に新たに、創設されたばかりの新鋭隊、SS の活動にも参加することとなった、隊員番号880。1931年には、ゲッティンゲン大学の経済学者教授、彼もナチ党員だったの勧めで、 ファシズムの中心地イタリアのパビア大学へ一年間留学した。しかしオーレンドルフはイタリアのファシズム運動には共感を覚えなかったようである。後のニュルンベルク裁判でもファシズムとナチズムが違うことを力説している。ヒトラー内閣誕生後の1933年、オーレンドルフはヒルデスハイム地方裁判所の司法見習いとなった。同年10月からは イエッセン教授のいるキール世界経済研究所に入って、イエッセン教授の助手をするようになる。しかし、イエッセンとオーレンドルフは、キールのナチ党のナショナルボルシェビズムの者たちと激しく対立するようになり、1934年秋にはキールを追われている。また、この年に結婚。やがて5人の子供の父親となる。1935年、ベルリン大学経済学研究所に、 主任研究員として入所。1936年5月に、イエッセン教授の勧めで、SD、新英隊情報部に入隊、スティー23、経済部部長に就任した。4カ年計画やバルターダレの国家、食料未分断によるイデオロギー的政策により100万、2、異中間層の経営が脅かされるようになると、オーレンドルフは、中間層の保護を図ろうとして、 バルター・ダレなどと潜在的に対立するようになった。しかしヒムラーにとって、ダレのイデオロギーは重要だったのでオーレンドルフのダレへの反対は却下された。SS や SD の中での活動に限界を感じたオーレンドルフは、ラインハルト・ハイドリヒに再三にわたり、SD から離れる許可を得ようとした。許可は降りなかったものの、1938年6月からは、 SD の専属を離れて新たに国家商業集団業務執行者となった。ここでもオーレンドルフは中間層の保護政策を推し進めた。1939年9月にハイドリヒの国家法案本部が立ち上げられると、その第三局 SD 国内業務の局長を命じられた。国家商業集団業務執行者の地位も引き続き保持した。 1941年6月から1942年7月にかけて、オーレンドルフは東部戦線に赴くこととなった。オイゲン・フォン・ショー・ベルトやエイリ・ヒホン・マンシュタインの第11軍に付属する特別行動隊、アインツグルッペン D 隊の司令官に任じられたためだった。このアインザッツグルッペンは前線の軍の一つ後ろにいて占領したばかりの地域を平定するために、 ソビエトのスパイと疑われた住民やユダ人の住民など政治的敵を大量に殺戮していた部隊であった。オーレンドルフの D 隊は第11軍に従って南ウクライナを中心に活動しており、ここで9万人以上の民間人を殺害した。この経歴が後にニュルンベルク継続裁判で彼が死刑となる最大の根拠となった。ただしオーレンドルフ自身の証言によれば、 アインザッツグルペンディー大司令官になったのは、自らの志願ではなく、上司のハイドリヒから三回も命令を受けたため、仕方なくだったという。九百四十二年七月にドイツに戻り、再度国家法案本部第三局局長となる。ハイドリヒが暗殺されるとヒムラーが直接、国家法案本部を指揮するようになり、ヒムラーは、オーレンドルフを、親衛隊少将に昇進せるとともに、 国家商業集団業務執行者を辞して SD の任務に専任することを命じた。またこの年、国家経済省次官のが軍事省アルベルト・シュペイヤに対する牽制として新英隊の重鎮であり、経済も精通しているオーレンドルフを国家経済省に招き入れようとした。この時はヒムラーの反対で中止となったが、結局、1943年11月にオーレンドルフが 国家経済省時間のの時間代理として入省ることとなった。1943年8月に内省を兼務していたヒムラーが国家経済省にも範囲を広げて治安維持をしやすくしようとしたためであるという。以降、ヒムラー、オーレンドルフ、バルター・フンク、ハイラーラ新衛隊と国家経済省の幹部たちはスター・リングラード攻防戦以降激しくなった。 人的動員や創業停止などで高まっていた中層の不満を抑えようとして中間層の保護と治安政策を組み合わせる新航路を立ち上げ潜在的にシュペイヤの軍事省と争うようになっていった。1944年にオーレンドルフは新英大中将に昇進している。百四十五年五月十三日、カールデイニッツ政権で勤務中に連合軍により、 逮捕された。オーレンドルフは、1945年11月の、宣誓表明では、私が、アインザッツグルッペンデイの司令官であった時に、約9万の男女子どもが粛清されたと容疑を認めるかのような、表明していたが、1947年から1948年に、かけてのニュルンベルク継続裁判において、彼の裁判が行われた際には、容疑を否認した。 オーレンドルフの基礎上では、アインザッツグルッペンの任務は、東部戦線で、ドイツ軍の後ろで、ユダヤ人、ジップシー、ソ連活動家、人種的に、無価値化、政治的に望ましくない民間従分子を根絶やしにする、ことだったとされたが、これに対して、オーレンドルフは、アインザッツグルッペンに人種を理由とした、殺戮任務は与えられていなかった。その任務は、治安維持であった。 治安維持を脅かす者に対処すべきことを命じられているだけだった。と主張した。しかし判事たちにオーレンドルフの主張は認められず、オーレンドルフは1948年4月10日に死刑判決を受け、1951年6月7日にランツベルクにおいて公主刑に処されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。